ったよ。中央の島に到着したな。うん、あっという間だったね。それにしてもすごい装置だったな。ブワーって一気に上がってすっごく面白かった。リカちゃんは絶叫系苦手なんだよね。ジェットコースターみたいに落ちるわけじゃないのにダメなの？はい。俺たちもいるし大丈夫だよ。怖かったら支えるからさ。はい、ありがとうございます。あんた、キリトに励まされていきなり元気になったわね。もうリズさん、からかわないでください。それじゃあこの浮島の攻略に取り掛かろうか。ダンジョン、気流装置を起動するためのアイテム集めで入ったところとは。そう？見た感じそんなに変わらないような気がするけど。いや、スキルというかゲーマーとしての勘だよ。何それ。これが結構当たるんだって。これで決めてやる。
し、次も行くぞ。これで決めてやる。助かったよ。まだ大丈夫だ。擦り傷だ。
ナーが切れたのか。いつもより調子いいみたいね。これは床がスイッチになってる。どこかで扉が開く音がするわね。まさか罠じゃないよね。クライやるじゃないか。セーフティーエリアがあるということは、この先に準備は大丈夫？さっきのキリト君じゃないけど、この先に手強い敵がいるって雰囲気が嫌でもわかるわね。私も感じるわ。今までの敵とは違う。よし、ボスに挑戦しよう。
これで決めてやる。待ってろよ。ピンチです。早く助けてあげてください。
回復を。テイテイ、楽しくなってきたぜ。ケルト君大丈夫か。残り体力気をつけてください。
これでクリアだな。こんなもんか。たいもない。クリアね。おめでとうです。これで草原の島はクリアだな。みんなすごかったよ。お前ら俺様の勇姿をちゃんと見てたか。ちょ、なんだよみんなして。俺から目をそらすなよ。冗談よ。仲間の動きくらいちゃんと把握してるわ。日頃の行いがあるからプラマイゼロってところね。特に最近のお前の動向から考えれば十分評価されてるだろ。そんな。まあまあ、無事にオーバスを倒せたんだしよかったじゃない。うん、初のフィールド攻略だもんね。そうだね、すっごく楽しかったよ。パパ、次の島が解放されたようです。よし、みんな行こう。わー、やったね、ケイト君。次の島が解放されたよ。おお、島が見えてきたな。今度は砂漠の島ね。この草原の島とは地形が全然違うみたい。お疲れ様、キリト君。ああ、アスナ、お疲れ。そうね。みんな、この調子で次の島の攻略も頑張っていこう。見事。前は使えなかった転移門が起動しているな。次の島にはこれを使っていけるのね。なあ、早速行ってみるか。仕事がいっぱいですよ。お帰りなさい。早かったですね。お疲れ様です。早かったですね。お疲れ様です。またいつでも来てくださいね。お仕事をお探しですか？お気をつけて。またいつでも来てくださいね。
か。頑張りましょう。この程度かすり傷だぜ。頑張って。はっ！
スだ。俺の仲間に何すんだ。サンキューな。これにする。これでクリアだな。こんなもんか。たいもない。やったね、クエストクリア。やりましたね、お見事です。いい仕事がいっぱいですよ。早かったですね、お疲れ様です。またいつでも来てくださいね。よかったらご覧になってみませんか。今はこういったものがあります。またいつでも来てくださいね。何か買うのか。前だるい。他には何かあるか。他には何かあるか。また用意。時があったら寄れ。何か買うのか。また用事。があったらよ。何か買うのか。他の品も見ていってくれよな。他には何。またよ。用事があったら寄れよな。何か必要なことはあるかしら。さて始めますか。
どうしたの？よし、始めるわよ。いい出来栄え。また来てね。あら、今日はどうしたの？はい、強くなったわよ。よし、始めるわよ。はい、強くなったわよ。よし、始めるわよ。はい、強くなったわよ。よし、始めるわよ。うまくいったわ。他にやりたい、いつでもいらっしゃいね。さあさあ、寄ってらっしゃい。そういえば、今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘うか。アスナ、一緒にお祭りに行かないか？うん、もちろん。私、キリト君と同じことを考えてたって思うと、なんだか嬉しいな。それじゃあ、ちょっと準備してくるね。キリト君、お待たせ。アスナ、その格好どうしたんだ？この浴衣、期間限定アイテムなんだよ。お祭りの時期しか売ってないんだ。ん？どうしたの、キリト君？いや、そうじゃなくて、すごく似合ってる。いつもと雰囲気違うからびっくりしたんだ。なんか大人っぽいし。そうかな。すごく嬉しい。キリト君ならどんな浴衣が好きかなってか。さあ、早く回ろう。ああ。すごい人だな。一度はぐれたら見つけるのが大変そうだね。そうだな。その手つなごっか。うん、いろんな屋台があるね。アスナ、あれ買っていい？いいけど、何か得体の知れない串焼きだね。キリト君って結構チャレンジャーだよね。そうかな。はい、毎度。いただきます。うん、焼き鳥みたいな味でなかなかいけるな。一体それ何の肉なの？カエルモンスターの肉。カエル？いらない。そんな固くなに拒否しなくても。ダメなものはダメなの。ほら、あっちの方に美味しそうな屋台があるよ。お、本当だ。焼きそばにかき氷まで。すごい。まさか VR 世界の中にこんなのがあると思わなかったよ。ねえ、キリト君、そこのたこ焼き食べたい。いいね。じゃあ俺がおごるよ。値段はいくらだ？一つ500ユーロです。じゃあそれ一つ。キリト君、ありがとう。すごいな、これ。湯気までちゃんと再現されてるんだ。まだ暑いかな。いや、むしろこういうものは暑いうちに食べないと。やっぱり一口で食べるからだよ。少し冷ましてからにしよう。なあ。それにしてもお祭りだなんて久しぶりだな。ああ、
2年以上 SAO にいたからな。それもだけど、私の場合、それよりもっと前からの話、リアルでもあんまりお祭りに行く機会がなかったんだ。友達って言っても成績を競う相手って感じだったし、そもそも門限があるから夜外に出ることもほとんどなかったな。だからね、 VR 世界の中だけど、こういそっか。なあアスナ、現実の世界でも一緒、約束だよ。あ、絶対だ。その楽しみにしておいて。さて、そろそろたこ焼きも食べ頃かな。あ、ちょっと待って。ふう、はい、あーん。キリト君、口開けて。でも人の目もありますし。もう私だって恥ずかしいんだからね。ほら、早くしないとあげないよ。ごめん、食べるから。あ、おいしい。うまいな。さっきは熱くて味がよくわからなかったけど、リアルの味をかなり再現してるぞ。本当？じゃあ私も食べてみようっと。じゃあ今度は俺が食べさせるよ。いいよ。俺には食べさせておいて、自分だけ普通に食べようなんてずるいぞ。わかったわ。はい。お祭りイベントの時だけしか食べられないのは残念だな。じゃあ私が作ってみようか。 ALO の食材で再現できると思うわ。本当か？任せなさい。アスナ、すごく楽しそうだな。浴衣姿も見られたし、リアルでのお祭りも楽しみだな。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘うか。シリカ。あ、キリトさん、こんばんは。あ、今日はお祭りやってるだろ。あ、私でいいんですか？あ、シリカと行きたいと思ったんだ。もちろん、リナも一緒にな。それで予定空いてるかな？はい、バッチリ空いてます。そっか、それなら今から行けるか？もうお祭り始まってるみたいだぞ。はい、じゃあ早速浴衣に着替えてきますね。気合い入ってるな。いろんな屋台が並んでるよな。シリカは何が好きなんだ？すぐも同じこと言ってたよ。甘いものといえば、あ、綿あめ発見。あ、いいですね。それじゃあ買おうか。綿あめ一つください。一つ500ユルドです。思ったより大きいな。持ちにくいから気をつけて。これ私にくれるんですか？ああ、もちろん。そんなに喜んでくれるとは。キリトさんが買ってくれたから余計に美味しく感じるのかもしれません。そうか。あ、キリトさんも食べてみてください。あ、俺も。じゃあ、うん、うまいな。小さい頃食べた綿あめと同じだ。びっくりするくらい見た目も味も再現されてますよね。ああ、なんだか懐かしい気持ちになるよ。小さい頃、すぐとお祭りに行ったことを思い出すな。キリトさんの小さな頃か。きっとすごく可愛かったんだろうな。可愛いかどうかはわからないけど、すぐとはよく姉妹に間違えられたな。わっ！あ、ピーナ？ピーナがまた雨に突っ込んだぞ。
ピナも食べたかったってことだろう。私の綿飴だったのに。シリカ、ちょっとここで待っててくれ。そんな、悪いです。でも、もっと食べたかっただろ。それはそうですけど。キリトさん、ちょっといい。シリカ、今の…ごめんなさい、なんてことを。本当に本当にごめんなさい。おい、シリカ。びっくりした。お祭りイベントの終わりまでまだ…疲れたし、また今度でいいか。